わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は新たな充電システムを開発するため日々研究している人物を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学情報学部情報学科、酒井英二教授の研究室じゃ。一体どんなことを学んでおるんじゃ？私の研究はですね、電気二重層キャパシタというコンデンサの一種なんですけれども、これを、大容量の電気二重層キャパシタを使って、これをバッテリーの代わりに使えないかと、いうことで、その時の充放電のシステムについて研究をしています。従来型の電池は、電気化学反応を伴って充放電が進行しますので、寿命が短くなるとかですね、それから副生成物が出てしまうとか、それから今よく使われているリチウムイオン電池は何しろ希少金属なので、値段が高いということがあります。なので、これに対して、今研究している電気二重層キャパシタはですね、まず長寿命であるということですね。大体10年ぐらいは寿命があると言われて、それから希少な金属とか重金属、環境負荷のあるような金属を使っていないということです。それから電気化学反応を伴いませんので、急速充放電が可能であるという、そういう特徴があります。なので、その特徴をうまく生かして、これをバッテリーの代わりに使えないかというのが研究の内容です。今いいことばっかり言いましたけれども、二重層キャパシタは、ただ一つの欠点としてはですね、従来のバッテリーと比べるとエネルギー容量が少ないというのが欠点なんですね。ですから、非常に早く充電放電できるということなんですけれども、貯めるエネルギーとしてはやはり従来型のバッテリーにはかなわないと。でそこで頻繁に、充電を繰り返してやる必要があるということで、その充電のたびにこうプラグを挿していたのではやっぱり利便性が損なわれますので、これをワイヤレスで頻繁に充電できないかという、そういう研究ですね。ふむふむ、その充電方法を電気自動車に活用しておるんじゃろう。電気自動車はやっぱりなかなか今普及が進まない状況ですけれども、それはまあ一つには電池の値段が高いということですね。だいたい車体の値段の半分ぐらいは電池の価格だというふうに言われています。それから充放電に関する寿命が発生して、それで、だいたい容量が半分ぐらいになった時がもう交換の時期だというふうに言われてますので、その辺がネックになるということです。ですから、そこを解決するために例えば二重層キャパシタを使いますと、価格もそこそこに抑えられますけれども、ただ残念ながら容量が少ないので、これをなんとか自動車を作っていくためにはやっぱりちょこまかと充電する必要があるということで、インフラの整備をうまくやれば車に搭載してですね、でこれを電源として走る電気自動車が作れるんじゃないかと、そういうことですね。今のところエコ電レースっていうのはバッテリーが支給されて行われているレースなので、今の時点では二重層キャパシタっていうのを使う部門っていうのは設定されてないところが多いです。将来的にはバッテリーに代わってもう少しこう存在が認知されることになれば、将来そういう部門もですね現れるんじゃないかというふうに期待しています。酒井教授の挑戦はこれからも続いていくのかの。二重層キャパシタはですね、今使われているのは例えば停電の時の瞬停であったりとか、補助的な使われ方が非常に多かったわけです。私の夢はメインのバッテリーに置き換えて、使えるようにしたいということで、そのためにはやっぱりちょこまか充電する必要があります。でそのために、街中をですね、いろんなインフラ、その急速充電のインフラをいろんなところにこう置くために、やはり安価であるということ、それから大量生産とか信頼性とかですね、こういう問題を、将来的にクリアして、この組織が広まって、いけばいいなというふうに考えています。崇城大学情報学部情報学科の活躍がますます楽しみじゃ。